山本康氏は日本中央競馬会、美穂トレーニングセンターに所属していた元騎手で現在は、長教助手。騎手時代は障害競争の騎乗が中心であったが、平地競争の騎士免許も所持していた。1995年、第11期生として JRA 競馬学校を卒業し騎士免許を取得。同期には、石山茂、西谷誠、青木義行。 西田雄一郎らがいる。デビュー時は佐々木や領休者に所属。3月5日、JRA 初起乗となる中山競馬場第2競争で11番人気バックファイヤーに起乗し13着。8月19日、新潟競馬場第3競争で4番人気、アイランド六甲で勝利し、JRA 初勝利を挙げる。9月3日、新潟競馬場での障害競争で4番人気。 ブロー本店に帰場し、障害初起場を果たす。デビュー年は126戦1勝という成績だった。2年目で早くも、所属ろぞ社を出て、フリーとなり、3年目の1997年2月23日、中山競馬場での障害競争で3番、人気ストレートアンサーで勝利し、障害初勝利を挙げる。同馬とは、初の重賞となる阪神障害ステークスにも、 出走したが、競争中止となった。同年6月1日の中京競馬では、第1、5、6競争で勝利し1日3勝を挙げている。2002年9月1日に、小倉競馬第5競争、3歳未勝利で挙げた勝利が、平地での最後の勝利となっている。2004年から、障害競争中心の起場となり、2005年に、新潟ジャンプステークスを6番人気。 ベジロベーシンガーで精子重傷初勝利を挙げる。2011年、中山大障害の前哨戦、イルミネーションジャンプステークスでマジェスティバイオに起場。それまで主戦を務めていた柴田大地がマイネルネオスに起場するため山本に乗り換わり、一番人気に押されたが、ディアマジェスティからキューバシン離された二着。中山大障害では、マイネルネオスやディアマジェスティをえ再び一番人気に押され、 ゴール寸前で、リアマジェスティを差し切り、デビュー17年目で、JGI 初制覇。自走では柴田に、た綱が戻ることになったが、ワンチャンスを生かせてよかったと振り返っている。2013年2月3日、東京競馬第4競争で、ローン・ウルフに起乗して勝利し、JRA 通算百0 0勝を達成。2020年7月1日付で、久保田隆支級者に所属することになった。 そして同年9月30日付で騎士を引退。引退を決意した理由について、乗り馬が減ったのが一番の要因と答えている。引退後は、奥平正し9社で、長居助手となる。ありがとうございます。